スイッチを押すこと、画面の時間を横目で見ながら朝の支度をする毎日です。天気予報は晴れか曇りか、傘は今日はいりませんか、今日の夕方は7時までに帰ってあの番組を見ましょう。テレビがなければ僕の一日は始まりません。テレビがなければ僕はとてもやってはいけません。仕事から帰ったらまず一番初めにやることはテレビのリモコンを押すこと。こんな僕でもまずニュースを見るんです。アナウンサーの女の人が綺麗な人なので、バラエティ番組になんだかんだとケチをつけながら気づけば お笑い。芸能人の人と旅であちこち巡り、おいしい料理を食べ温泉気分。テレビがなければなんとなく寂しい僕なんです。テレビがなければ僕はとてもやってはいけません。友達と会う約束する時にもまずテレビのことが頭をちらつきます。見たい番組のない時間を選んで約束したりします。どうしても見れなかった時には一日中が面白くありません。一体こんなことでこの世知辛い世の中を生き抜いてゆけるんでしょうか。テレビがなければなんとなく退屈な僕なんです。テレビがなければ僕はとてもやってはいけません。テレビがなければなんとなく寂しい